こっちもこっちで喋れない喋れないゆきちゃん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 かわいい黒黒かはい、ということですね、まあ罰ゲームをきっちり終えてですね、我々も非常に楽しい会を送りさせていただきました。いきなりこれ来場者増えるっていうことでコメントやばすぎるだろはい、これ公式です、公式そう、ちょっとやばいやばいやばい、それやばいね、危ない危ない、チラリはね、チラリはね、結構やばいやばい、あかんあかん、コメント飛び方がやばい、マジで欲しがるねマジコメントの飲み方やばいっすね。もうなんかですね、記念撮影みたいになっちゃってますけどまったりさん、保護できないって保護すると、保護すると服がビリビリって、股が破けるらしいです。股が破けます。保護の我慢、股が伸びる。もう千球、千個目いってっからね。はい、やばすぎるな、ほんとに。じゃあ、あれですね、なんか影丸はこの後の試合は、いや、この後の試合はやんないで帰るつもりです。あ、なるほど。明日に備えて。そうですね、体調管理重要なんでね。はい、結婚だから、結婚違うわ、結婚明日、明日ね、明日結婚式、友達のなんですよ。それはちょっとつけてみましょう。それはちょっとつけて、帽子つけてないとね。はい、やべえな、なんかはみ出てんの。はい、とりあえずですね、残り3分50秒、我々の放送に戻しますんで、とりあえずありがとう。お疲れ様です。マタリさん、おいで。はい、はい、ヒノピー、最後締めよう。ありがとう、ありがとう。はい、ヒノピー、はい。マタリ、おいで。はい、最後。締めましょう。なんかすごかったですね。すごかったね。このなんだろう、肉十番みたいなね。いや勝つよ。次は勝つからね。次は次ね。次でこういう機会があったらね。絶対正規軍とかには負けねえからな次は。まあ初戦初戦は反乱軍でしたからね。初戦は反乱軍でしたからね。すいません。まあ無事にヒロピー5人もね、大畑さんと影丸さんに決まりましたですね。戦争だからな、もうまったりさんはですね、もうここまでいったら戦争だからな、もう大変なことになってますけど、おそらく最初で最後のこのシャオユーかなと。えっちゃ笑顔やお前はい、後ろの人かわいい、やばいな、これ後ろの人ね、ああ誰か分かった瞬間に困るんだ、ゆきちゃん、ほんと後ろの人かわいいね。後ろの人すごいかわいいですよね。はい、チューしたい。いや、いいよ、チューしたい。それでいいよ。俺、口ここだから。あ、そこね。口、鼻ですよ。なにこれ、ちょっと。はい、振るんじゃないよ、鼻を振るんじゃないよ。ニギニギしてんじゃねえよ、公式だっつってんだ、お前は。むちゃくちゃな暴走だよ。ほんとだよ、暴走だよ。お前もニギニギしてんじゃねえよ、ほんと。ここからさ、はい、ここから見出した人たちでどう思うんだろうね。そういう番組だと思うんだろう。あの人はそういう人なんだろうなっていう扱いなんだろう。はい、ラムコ公式ニコニコチャンネル、ラムコゲーセンがお送りいたしました。ありがとうございました。ですね、18音18となっておりましたけども、結果はですね、見事正規軍が、1ポイント差で勝ったということで。そうね、はい、いや非常にドラマチックな試合でした、ね。あの満足のコスプレです、僕は。今回よかったです、非常にいい試合でした、本当。まあ、松田さんも本当ここまでで、ノーギャラで、わざわざ福岡から来て、そうですね、出ていただいてですね、とんでもないです。挙句の果てに、コスプレバラしていただいて、いやもうね、楽しかったですよ。はい、今でも楽しかった、楽しんでます、今まで。ありがとうございます、本当に。まあ、こういう方もね、いらっしゃるのでね、非常に鉄拳も盛り上がって、そうそう、まあ、プレーナムコゲーセンチャンネル、本当に皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます、本当ね。いつもこんなことやってませんから。はい、ってことですね、いいでしょう、これ。キーロクさんもツイッターとかにアップすんなよ、キーロク。即アップだ、これ。はい、ってことで、はい、見てからゲームしない友達が、残り時間、あと1分です。多分伸びゆうの放送の方で、放送枠の方はまだあるかもしれませんけども、放送の構えしたいんだけどね、ちょっとあの我々の放送はこれにて、
シュートさせてあげますから、ヒノピーゲッツやってってちゃんとやってくれますね。何やらされたんですか。面白かった、ありがとうございます、最終最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。またですね、2月の16日、はい、今度我々福岡に行きます。僕またいますから福岡に、はい、ここにいます、はい、でその、はい、そこでも放送はします。はい、放送あるんですね。あります。わ、初めてじゃないですか。はい、嬉しい。そのちゃんとしたのは、はい、うん、で放送があります。鉄拳の放送だけではなく、アイドルマスターミュージアムの方も一緒にあるらしいので、それはヒノピが、主導で全部楽しみです、ね、やっていただけると思うんで、アイマスもやりますよ、はい、今度私はあのアシスタントということでやらせていただきますので、はいはいはい、日付もう一度お願いします。2月の16日、はい、博多です。時間は決まってるの。博多ナムコバスターミナル、時間は決まってる。時間は2時からです。2時から、はい、分かりました。6時までです。はい、で8時から9時までです。なるほど。ということでよろしくお願いします。皆さん最後までありがとうございました。じゃあさよなら。お疲れ様でした。